どうもこんばんは、岩井と申します。コードプッシュとリアクトネイティブで緊急 OTA リリース了解ということで、話をさせていただきます。 OTA っていうのは、オーバーディエアで、の略で、最新さのなしでアプリの修正をリリースするという意味でタイトルにしたんですが、より適切なこのホットパッチングという言葉がありましたので、こちらを使っていきたいと思います。伝えたいニュアンスは変わらないので心配しないでください。自己紹介です。Unity Technology Japan という会社で、モバイルアプリケーションエンジニアをしています。こちらの写真は去年の WWDC のビアバッシュで撮られて公式アプリに載った写真です。今年も乗りました。はい。ちなみにこんなアプリを作っているんですが、Unity Meetup というアプリで、Unity ユーザーのためのイベントアプリです。イベントを検索したり参加を申し込んだりアンケートに回答する機能があります。これをフルリアクトネイティブで、ここ2年ほど作っています。でこのリアクトネイティブを導入した経緯は去年の、IOSDC ディレクトコンで発表したので、そちらを参照してください。ただここでトラブルがありました。今年の5月です。ユナイト東京というイベントがあったんですが、そこでの出来事です。ユナイトっていうのはユニティが毎年開催している公式のカンファレンスです。今年は5月に3日間開催して、2000人以上の参加者がありました。で先ほどの、ミートアップアプリでこのイベントに合わせてチャット機能を実装しました。でこの機能に海外のチームが開発している API を利用する必要があったんですが、連携を依頼していたんですけども、まあ、なんだかんだでギリギリになってしまった。で同時に、前のバージョンでパフォーマンスが悪かったのでファクタリングなどをしていました。ちょっと嫌な予感がしてきます。イベントの3日前にようやく新バージョンを完成して申請、翌朝審査がギリギリ通った。イベント前日のように新機能の表示系バグを発見して修正、これも翌日審査通りました。危ない危ない。イベント初日の夜、なんとですね、重大なバグを発見しています。このイベントのために実装した機能ではないんですが、リファクタリングのところでちょっと、確認不足がありまして、重大なバグをこのタイミングで発見してしまいました。これは特急審査を依頼して、4時間で審査通過。なんとかやり過ごしました。正直しんどかった。こんな時にコードプッシュを導入していれば、ホットパッチングできたのに、なんで導入していなかったのか。その理由はしょうもないもんです。なんかめんどくさそうだったんで後回しにしてました。まあ、あとアップルの審査が十分早かったのであんまり必要性を感じていなかったですね。後悔先に立たず時すでにお寿司あっとして、まずコードプッシュとは何かの前にちょっとざっくりリアクトネイティブについて説明したいと思います。リアクトネイティブは Facebook が作っているリアクトベースのでネイティブアプリを開発するためのフレームワークです。リアクト由来のコンポーネントベースで、今流行りのアーキテクチャリラックスとも親和性が高いです。で言語は JavaScript で、JSX という形式で記述します。でこれが JavaScript コアの上で動くというそういうものです。図にするとこんな感じです。アプリケーションコードとリアクトネイティブの JS 側のライブラリーがリアクト JS の上で動いて、それが、JavaScript コアの上で動きます。で、リアクトネイティブの、ネイティブ側のライブラリの部分が、UI キットなどのネイティブ部分と仲介する、そういう感じです。で、この上のアプリケーションコードの JavaScript 部分が、JS バンドルという、1個のファイルにパッケージされて、アプリにバンドルされます。で、コードプッシュって何なのか。と言いますと、マイクロソフトが作っているクラウドサービスです。でこの React Native とか他にもコルドバにも対応していて、その JS コードの部分を、ホットパッチとして配信することが可能なサービスになっています。ウェブサイトと、SDK、あと、コマンドラインインターフェースが提供されています。以前は独立したサービスだったんですが、現在は Visual Studio App Center というサービスに統合されています。先ほどの図のこの部分、この部分を配信するのがコードプッシュです。
軽くビジュアルスタジオ、ビジュアルスタジオアップセンターについても紹介します。コードプッシュの他にも CI ができたり、テストやアナリティクス、プッシュ通知など、機能がたくさんあるサービスです。ビルド回数や時間に制限などはありますが、無料から利用することができます。ただ、コードプッシュは無料でも制限に利用することが可能です。ファンタスティック。でも、ホットパッチングって大丈夫なの？みんなこんな風に思っているんじゃないでしょうか。終わりなきリジェクトとの戦い。iOS エンジニア歴の長い人はこういう印象なんではないでしょうか。ここでちょっと Apple のガイドラインを振り返ってみたいと思います。まずこれ、2015年頃の、App Store レビューガイドラインです。これを見ると、コードをダウンロードするアプリがリジェクト、実行可能コードをインストールしたり起動するアプリがリジェクトということが明確に書かれています。これが2016年になるとちょっと表現が変わります。アプリの機能を変えるようなコードをダウンロード、インストール、実行してはならない。と相変わらずダメそうなことが書いてあるんですが、同時期のデベロッパープログラムライセンスアグリーメント、こちらを見ると、やはり実行可能なコードをダウンロードしたりインストールしてはならないということが書かれています。次のように、インタープリテッドコードはすべてのスクリプトがアプリに含まれている必要があるということが書かれています。ですが、次に、唯一の例外として WebKit や JavaScript Core によってダウンロードされたり実行される場合は OK だと。そういうことが書かれています。まあ、補足としてアプリの主要な機能は変えないでねっていうのが書かれています。今のまとめとこんな感じですね。つまり、React Native は JavaScript Core の上で動くので OK ということになります。ちょっと現在のガイドラインも確認してみます。またちょっと表現が変わっています。以下の場合を除いて、アプリは実行可能なコードをダウンロード、インストールしてはならないと書かれています。以下の場合とはどんな感じなのか。まず、App Store に申請されたのと違う機能を提供して、アプリの主目的を変えないこと。他のコードやアプリのストアやストアフロントを作成しないこと。もう一つ、署名やサンドボックス、その他の OS 機能、セキュリティ機能を迂回しないこと。はい、これら3つですね。これの条件を満たしていれば、実行可能なコードをダウンロードすることは OK。つまり、コードプッシュによるホットパッチングが合法ということが言えます。ただ、注意書きにもありましたけれども、アプリの主要な機能を変えてはいけないということがあるので、まあ、用法、用量を守って正しくお使いください。例えば、他にも同様のサービスがありました。ロールアウト IO や JS パッチ、どうなったのかと言いますと、2017年の3月にこれらを使っていたデベロッパーに Apple から警告が届きました。ライセンスアグリメントとレビューガイドラインに抵触している。そして、リジェクト対象。その時、デベロッパーに届いたメールがこちらになります。いくつかのメソッド名が挙げられていますが、これらのメソッドを利用して、外部からダウンロードしたコードを実行して、アプリの挙動を変えたりしていると、まあ、悪意がなかったとしても、中間者攻撃によって簡単にハイジャックされ、深刻な脆弱性となる可能性があるということが書かれています。つまり、セキュリティの観点からダメだと。ホットパッチング自体は合法ということになります。では、コードプッシュを使ってみようということで、ちょっと紹介していきます。使ってみるには、まあ、こんな感じの4ステップがあります。アップセンターでアプリを登録する。アップセンターコマンドラインインターフェースをインストール。それから React Native のクライアントで SDK をインストール。そしてアプリケーションコードにちょっと手を加えます。まずアップセンターでアプリを登録する。ちょっとさらっといってきます。まず、アップセンターに入るとこんな感じです。いきなりアプリを追加することもできるんですが、まあ、なんだかんだ使うので、オーガニゼーションを追加しておいた方がいいでしょう。はい、オーガニゼーションを作りました。それから、アプリを追加します。
ポチッと。で、この時に、OS とプラットフォームを選択します。で、Android の方も、両方ともデプロイしたい場合には、そっちはそっちで別のアプリとして追加する必要があります。はい、アプリができました。で、ここで、いろいろインストラクションが書いてあるんですけども、今回アップセンター以外の、アップセンターの他の機能は使わないので無視します。で、このディストリビュートというメニューをポチッとします。で、ディストリビュートの画面に行ったら、もう一回ディストリビュートのメニューをポチッとして、その中にある、コードプッシュを選びます。はい。で、コードプッシュの画面来ました。ただ、ここではまだ何にもないので、ここの Create Standard Deployments をクリックします。こうすると、ステージングとプロダクションという2つのデプロイ環境が自動的に作成されます。その他の環境も作れるんですが、それを作るには、この後説明するコマンドラインインターフェースを使います。はい。これで準備できました。次、コマンドラインインターフェースをインストールします。ノードベースなので、まずノードを入れておきます。それから、npm コマンドで appcenter.cli をインストールします。これで appcenter コマンドが使えるようになります。それから、appcenter ログインというコマンドを叩きます。これで、ブラウザが開いてアクセスコードが表示されるので、それを入力してログインします。この状態で、アップセンターコードプッシュデプロイメントリストで、先ほどのオーガニゼーションとアプリ名を指定して、コマンドを叩くと、デプロイメントキーを取得することができます。先ほど作った2つの環境分表示されています。これを後で使うのでメモしておきます。次、React Native Client SDK をインストールします。まず、プロジェクトのディレクトに行って、NPM で、React Native Code Push というライブラリをインストールします。はい。で、次に React Native のライブラリ使うときにはよくあるんですけど、React Native Link というコマンドでそのライブラリをリンクします。で、このコマンドを叩くと、途中でデプロイメントキーを聞かれるんですが、ここでは入れなくても良いです。iOS の場合、InfoP リストで指定します。で、そっちで指定するようにしておくと、ビルドコンフィギュレーションによって、デプロイ先を変えたりできるので、便利です。はい。で、アプリケーションコードの修正。これは、その React Native の、ルートコンポーネントのソースコードです。で、ここに、コードプッシュをインポートして、で、ルートコンポーネントをコードプッシュファンクションに渡します。これは、Higher Order Components っていう、既存のコンポーネントを拡張する仕組みを使っています。また、コードプッシュの設定のオプションを指定することも可能です。こんな感じですね。ここでは、その、アップデートを、確認してダウンロードするタイミングをアプリがバックグラウンドからレジュームしたタイミング、そしてそれをインストールするのを次にレジュームしたタイミングに設定しています。はい、これでできました。では、コードプッシュで配信してみようということで、はい、配信するときはこんな感じです。アップセンターコードプッシュ、リリースリアクトでアプリ名とデプロイ先を指定します。これ、コマンドを叩くことによって、React Native のパッケージングが実行されて、できた JS バンドルが、コードプッシュのサーバーにアップロードされます。ちょっとデモしてみたいと思います。はい。今回ちょっとサンプルで、失礼。ちょっと準備が足りていませんでした。
今回ちょっとサンプルで作ったアプリなんですが、フリッカーから画像を検索してきて表示するアプリです。で、このソースコードがこちらになるんですが、なんと、ハローコとか API の検索のキーワードがハードコードされている。これは直せにはいかん。ということで、ちょっとじゃあ、ここ、ドッグにしてみます。これを保存しました。で、ここでアップセンターコードプッシュのリリースを叩きます。いやー、これ実際に叩いてるんでちょっとドキドキしますね。あ、はい。今、リアクトの、パッケージが走って、もう今コードプッシュのサーバーに配信されました。ちょっと今ここ時間かかると思ってビール飲もうと思って持ってきたんですけど、そんな隙なく終わってしまいましたね。はい。で、これはまだ、アプリの前のバージョンです。ここで一旦バックグラウンドに持っていきます。で、戻します。そうすると今、ちょっと下の方で変わりましたけれども、新しいバージョンのバンドルがダウンロードされました。で、次にバックグラウンドから戻ってきたタイミングで新しいコードが実行されます。はい。犬になりました。ありがとうございます。はい、ということでデモがうまくいってよかったです。まとめます。コードプッシュの導入は、まあ今見ていただいた通り簡単で、デプロイも簡単でした。僕はなんでもっと早く導入しなかったのかと思います。で、Apple のガイドの滝に見ても OK なので安心して使えます。ただし、まあアプリの、挙動を大きく変えるようなことは、ガイドラインに沿ってないので、そこは従って適切に使いましょう。ただし、やっぱり JavaScript 部分の配信なので、適用できるところは限られます。で、React Native は、既存のアプリも導入することができるので、まあ、使ってみてもいいかなと思う方は、ぜひ導入してみてはいかがでしょうか。はい。ということで、以上になります。ご清聴ありがとうございました。岩井さんありがとうございました。では Q&A に入りたいと思います。コメントや質問のある方は挙手をお願いします。で、スピーカーの方は、質問に回答する際にはマイクで質問を、リピートしてからお願いします。あ、左の方に。お話ありがとうございました。2つ質問があるんですけど、コードプッシュは基本的に、ホットフィックスみたいな使い方しかしていないんだろうかっていう、メインのリリースで使うことはないんだろうかっていう話と、あと、アプリのメインの機能が、変わるようなものはリジェクト対象かってお話だったんですけど、やってもバレない気がするんですけど、それをやってバレたような例っていうのはご存知なのかっていう。なるほど。一つ目は、コードプッシュは、まあ、アプリのバグフィックス、ホットパッチぐらいにしか使わないんじゃないかなっていう話であってますか。はい。そうですね。実際、先ほどのユニティミートアップにも組み込んだんですけど、まだその、緊急で修正しなきゃいけないようなバグは出てきていないので、実際まだ配信まではやっていないです。ただまあ、そうですね、規約にもある通り、そういう緊急で修正したいときに一番使われるのではないかなと思っています。で、二つ目は、それをバレないようになんかアプリの機能を置き換えるようなものを仕込んだ例ですけど、僕は知りませんが、この、それに対してコードプッシュのサイトにも書かれていて、やっぱりみんなこれは、なんていうか、善のマインドというか、正しい使い方をしましょうねっていう、ふうには書かれています。なので、まあみんなちゃんと守ろうねっていうスタンスですね。だから多分これもしかして誰かが破ってそんなことをやったらアップルに塞がれるかもしれないので、まあみんなの利益のためにそこは守って使っていきましょうというふうに思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。他に質問やコメントなどありましたらお願いします。
はい、コードプッシュの人のお話ありがとうございます。2つ質問があるんですが、コードプッシュでホットフィックスを、配信した際に、その変更を含めたものは、その後リリースする、また、正式にストアにリリースするという認識で良いのでしょうかという質問と、もし、JS を多分ダウンロードしてくると思うんですけど、オフライン時にどういう挙動をするのかっていうのが気になりました。なるほど。はい。ありがとうございます。一つ目がコードプッシュでフィックスしたものを、その後申請するバージョンではどうするかという話ですね。それは、そのようにした方がいいと思います。ちょっと今回触れなかったんですけど、例えば CI に組み込んだりすることもできて、まあ、リリースブランチで何か修正あったら、またそこに回して、で、緊急の時にはそこから、ブランチ切って、で、コードプッシュデプロイ用のブランチみたいなのをやる。で、そこから配信みたいなことをやったりするんですけど、それはやっぱり本線にまたマージして、戻して、またそこからっていう開発を続けていくっていう、そういう感じになると思います。そして、すいません。二つ目が、すいません。何でしたっけ？二つ目は、コードプッシュを、実行するときに、クライアント各アプリは、その JS をダウンロードする。開発中に、どうするか。実際のユーザーが、その、コードプッシュの、JS をダウンロードする際に、もしオフラインだったら、アプリはどのような挙動をするのかっていうのが見えました。あ、なるほど。オフライン、ユーザーが使っているときに、オフラインのときにどうなるか。そこは試していませんが、特に多分確認しに行かないので、ユーザーとしては何にも起こらないと思います。なので、まあ、緊急でこっちが修正版出したいって言っても、当然ユーザーには届けようがないので、そこは仕方がないのかなと思います。ダウンロードした JS はアプリに保存されるって感じなんですか？はい、そうです。アプリの中に保存されます。じゃあ、コードプッシュが何回もされたら、上が書かれて、で、アプリがもし、こう、ストアからアップデートされたら、その JS も、ストア版の方に変わるのか、それともコードプッシュされたやつが残るのかとか。ストア版の方に含まれているのが、もし古いものであれば、またその時点でサーバーから新しいものに差し替わります。コードプッシュされるコードの、コードにバージョンが振ってあるという。そうですね。コードプッシュのサイトに、コードプッシュを実際にデプロイしたものは、ウェブサイトの方で実際に、バージョン1、バージョン2みたいな感じで残っていて、まあ、ロールバックしたりとかもできるので、結構いろんなことができると思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お時間になりましたので、これで QA 終了させて。